世界遺産、白川郷の展望台に来ています。ちょっと見てみましょうね。ちなみにシャトルバス現金のみで200円。やっぱり雪化粧が合いますね。これは素晴らしいですね。中国人韓国人多いですよ。ただ案内とかシャトルバスの乗り場とかコインロッカーは現金なのに両替するとこがないとか、まあ、結構我流転生を書くようなソフト的には至らない点結構ありますね。どういうサービスが必要かっていうのはちった考えた方がいいかもしれませんね。もったいないこれだけのものが。ということで、白川郷からの報告を終わります。